皆さんこんにちは。今日は内田彩子さんのことについて紹介します。まずは内田彩子さんの経歴とプロフィールから紹介します。内田彩子さんは日本のエッセイスト、歌手、女優、東京都出身。母はキキキリン、父は内田裕也、夫は本木雅弘。結婚後からエッセイ、海外の絵本の翻訳などの執筆活動に加え、女優業や音楽活動などを行う。彩子の生まれる前から両親が別居婚を送っていたため、樹木にシングルマザー状態で育てられた。幼稚園から小学6年生の途中までインターナショナルスクールに通った。この間、9歳の頃にニューヨークの北部の田舎の学校に1年間留学し、ホームステイ生活を経験。6年生頃から高校1年生の途中まで一般的な日本の学校に通い、16歳の頃にフランス語を習得したいとの思いからスイスのジュネーブの学校に留学した。1995年に19歳で本木雅弘と結婚し、1997年に長男雅楽、1999年に長女キャラ、2010年に次男源頭を出産。出産後から子育てをしながらエッセイ本などの執筆や海外作家の絵本などの翻訳を手掛け、細々とではあるが女優活動も行っている。さらに2005年には音楽プロジェクト、サイボウと渡辺拓磨、鈴木雅人と共に結成し、自身はボーカルを務めている。2012年よりロンドン在住、昭和のアイドル全盛期に渋垣隊として一世を風靡し、現在は俳優として活躍する本木雅弘さん。妻の内田彩子さんはエッセイスト翻訳家として活躍し、2人の間には3人のお子さんがいます。母、キキキリンさんと父。内田裕也さんは結婚後すぐに別居しており、裕也さんと彩子さんは年に1回父の日に会っていたそうです。15歳の父の日、彩子さんとの面会をすっぽかしてしまった裕也さん。すると数日後、裕也さんが彩子さんに、今寿司食ってるから来いと連絡をよこしました。彩子さんが六本木にあるそのお店に行ってみると、数人のグループの中にいたのがもっくん。その時内田裕也さんは映画魚からダイオキシンをプロデュースしていて、もっくんは共演者の一人でした。とはいえ、この日の彩子さんともっくんは挨拶を交わした程度だったそうです。おっきなテーブルに皆さんがワイワイしてて、私はあっち座ってろって言われて、一人で誰とも交わらず小1時間ぐらいご飯だけ食べさせてもらって、じゃあ帰りますってと、当時中学3年生だった彩子さんは振り返っています。一方、もっくんの方はこの日のことをと語っていますので、もっくん側は10歳年下の彩子さんに何か感じるものがあったようですね。またもっくんは素敵だっていうことよりも何なんだろうっていう、とても若いけど若いなりに達観しているというか、老成しているというか、またある種無性性というか、女性というものが見えたり見えなかったりする、そういったいろんな意味での得体の知れなさというのが惹かれたポイントだったかな。2016年10月1日フィルマーズ、私には男を見る目がないの、キキキリンさんの答えとは、と彩子さんに惹かれた理由について述べています。20代半ばのもっくんは渋垣隊解散後も芸能界のトップ層で活躍していました。きっと女優、アイドル、モデルなど美女中の美女ばかりを目にする環境だったことでしょう。そんな中で無性性を持つ彩子さんの佇まいに新鮮な魅力を感じたのかもしれませんね。その後、もっくんと彩子さんが2人で過ごすきっかけになったのが、翌年のもっくんの米国ロケ、日本で初めてアメリカのアカデミー賞をBS で生中継する企画があり、もっくんがナビゲーターを務めることになりました。当時のもっくんの所属事務所社長と内田裕也さんの仲が良かったことから、英語を喋れる彩子さんがアルバイトで通訳としてついていくことに。映画が大好きな高一少だった彩子さんは二つ返事で引き受けたそうです。そして撮影の合間にもっくんと彩子さんはいろいろな話をしました。フランス語を学びたくて、数ヶ月後にスイス留学を控えていた彩子さん、もっくんと住所交換をして、東京とジュネーブの間でエアメールやファックスでの文通が始まったのだそうです。文通といっても忘れた頃に届いたり、彩子さんがスイス国内で小旅行に行った時に絵はがきを出したりというやり取りだったそうです。17歳の夏休みに彩子さんが一時帰国して、西麻布の関西割烹川名でもっくんと初デート。その時もっくんは
という思いを抱き、とプロポーズしたのだそうです。もっくんと内田彩子さんの結婚は、ご本人たちにとって実験的なものだったようですね。本木雅弘さんと内田彩子さんは、平成7年7月7日に七夕婚をしました。1995年、もっくんは29歳で、彩子さんは19歳の夏のこと、二人の結婚の媒酌人は、故、長嶋達治氏、日本初のプロモーターであり、ビートルズをはじめとする有名海外アーティストの日本公演を手掛けた第一人者です。結婚式は明治神宮で行われ、キキキリンさんが買ってきた数千円の古着の着物で、挙式をしたことが話題にもなりました。結婚報道後にビートたけし氏が、フジテレビ、北のファンクラブの中で、二人の結婚についてユニークなコメントをしています。娘さん見たことあるよ、留学してんだよ、外国。結構大きくて可愛い、ゆうやさんがお父さんだぞ。これはすごいだろ、お前ロックをどう思ってんだと言われちゃうよ、映画一緒にやった。もっくん役者に目覚めてすごいんだよ、フジテレビ、北のファンクラブ。ここで登場するたけしさんともっくんの共演映画とは、石井隆監督の5人です。内田彩子さんは、脳科学者中野信子さんとの、共著書、なんで家族を続けるの?の中で、うちは結婚後しばらくして、離婚を考えていたの、と衝撃的な発言をされています。なぜもっくんと彩子さん夫妻は、離婚危機を迎えてしまったのでしょうか。二人は4年間、東京とジュネーブに遠く離れ、エアメールとファックスで、文通、しながら関係を育んできました。結婚した日が、初めまして、という状態だったそうです。しかし、文通ではお互いいいことしか書かないので、いきなり、現実がやってきました。また、彩子さんは父、内田裕也さんと、一緒に暮らしていなかったので、男性が家の中にいる、ということが、全くイメージできていなかったそうです。ちゃんとしたお付き合いを経て結婚じゃなくて、文通という言葉と理想と夢の世界だけで、お互い繋がった気になっちゃっていて、実際に結婚式を挙げたその日から、共同生活を始めた時に、夫はとても忙しかったので、ほとんど家にいないし、これはどういう共同作業なんだ、というところから、行き詰まってしまって、ようやく帰ってきて会えた時には、なんだかギクシャクして、つまらないことで揉めていました。2021年6月25日 NHK 読むらじる、内田彩子娘として母として考える家族の形、と彩子さんは振り返っています。彩子さんは、共感したい、と思うタイプで、欧米式の生活の中で育ってきたので、ハグなどを日常的にするのだそうです。一方、もっくんは、違いを面白がるタイプで、ベタベタするのは苦手。彩子さんは何事もポジティブから捉え、もっくんはネガティブから捉えるタイプ。例えば彩子さんは、このココア美味しいよね、そうだね、と盛り上がりたいのですが、もっくんは、でも、シナモンを入れたら、もっと美味しいかもしれないのに、と、言うので盛り下がってしまうのだとか、こうした違いをすり合わせていくのが、当時20歳の彩子さんには大きなストレスになってしまい、残念だけれど別れて楽になろう、と話し合っていたところに、長男の雅楽さんを授かったことが分かったそうです、と、彩子さんは振り返っています。こういう時、旦那様が、かまってタイプだと、妻のエネルギーが子供に向かうことで、拗ねたり浮気に走ったりするのかもしれませんが、もっくんの場合は、お互いの違いを大ごとにして、自分のお仕事に集中される性格。お子さんが生まれたことで、夫婦関係は改善していった模様です。彩子さんは学生の途中で結婚し、社会人経験をしないまま家庭に入ってしまったこともあり、母親業は戸惑いの連続だったそうです。もっくんは家事育児に協力的とはいえ、仕事がとても忙しく、友達はみんな大学生や社会人だったので、とても寂しかったのだとか、長男、雅楽さんを産んだ2年後に、長女、唐さんを出産。2001年には、キキキリンさんの提案で、東京渋谷区に2世帯住宅を新築しました。コンクリート打ちっぱなしの建物で、玄関を入ると応接コーナーがあり、この家を建てたのは、長男、雅楽さん4歳、長女、唐さんが2歳の時、キリンさんが孫が多様な価値観に触れて育つ方がいい、という考えを持っており、2世帯で住むことになったそうです。こうしてだんだん家の中が賑やかになり、兄弟同士も助け合うようになってきたりして、彩子さんの子育ては少しずつ楽になっていったようです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。